こんな感じで、まあ、首にぶら下げたりそのままね、ちょっと置いてみたりして、ね、もう GoPro だけでね撮影できます。感じでぶら下げています。GoPro のね、映像を保存するときも、設定から接続 USB ね、これで、USB で C タイプ、C タイプ、これをそのままタブレットに。写真フォルダね、ここを黄色8ブラックね、ここをタップ、タップしたら、今朝撮った動画ね、こう入ってます。これを、保存したい動画だけチェック入れます。はい、全部チェック入れました。チェック入れて、ここ読み込みね、読み込みをタップ、まあ読み込んでいます。どこどこ、ここも今読み込んでます。ぐるぐる回ってるね。この動画なんでちょっとね、取り込むに時間かかります。今一つ取り込みました。2つ目、ね、このケーブルを使うことでね、スムーズに GoPro から iPad に取り込むことができます。ちょっと長い動画、ね、時間かかるんですけど、短い動画だったらヘルパーさん来たから、まあ、こんな感じでC タイプのケーブルを使うと簡単に動画取り込めます。